こんにちは、スリーです。どうも、バシです。はい、今回はですね、いただいた質問に、はい、お答えしていきます。はい。で、まずね、今回の質問はボレーの時、はい、体の向きがうまくできず、ラケットの角度が甘くなり、ちゃんとボールが返りません。お、今まで球技したことがなく苦手なんですが、ボレーがうまくなるようなトレーニングメニューはありますか？よろしくお願いしますということです。はい、まあ、バシさんもね、その気持ちわかりますよね、うん。僕はね、いつも言ってますけど、ボレー苦手ですって ね。半々言ってますからね。まあ確かにね、ボレー逆なんですけど、私はボレーの方が好きなんですよ、ストロークとかサーブより。あ、そうなんですか。うん、まあ、例えばこうラケットあるんですけど、そのストロークとかってスイング大きいじゃないですか。そうですね。だからタイミング合わせるの難しいんですけど、あ、ボレーって言ってしまったらもうセットしてそこにボール来たら合わせるっていう、すごいコンパクトな体の横ですもんね、ほんまにね。でもなんかね、こう言っちゃえばなんかシンプルなんですね、考え方が。確かに距離も近いんでね。でしょ、普通に考えたら当てやすいって感じですよね、うん。だけどバッシーさんは苦手なんですよね。苦手ですね。じゃあ今の理屈が分かってるけど、多分この質問者さんも理屈は分かってるけど苦手だと思うんですよ。うん、バッシーさんその気持ち分かると思うんですけど、苦手っていう意味ではね、お互いに。はい、分かりますね。じゃあそれら踏まえて、今みたいに要は来たボールに対して合わせるだけって分かってるけど難しいのは何でなんですかね。あれでしょうね、やっぱり入ってくるタイミングが早いからでしょうね、やっぱり。ボール前にいるから。あ、ボールが飛んでくるのが早い。そうですよね。ストロークとかってね、まだ時間ありますからね、後ろにおるから。うん、うん。うん。あ、要は、じゃあ、反応が遅れちゃうってことですかね。そうですね。間に合わなくなってくるんでしょうね、やっぱり、ね。間に合わなくなっちゃう。うん。じゃあ、まあ、要は、あまりテニスって考えてしまうと難しいので、これもどっちかって言ったらですね、もう、ただね、道具、ラケットとかじゃなくて一つの道具で跳ね返すっていう発想が大事なんですけど、はい、これもちょっと過去に撮った動画があるんで、ちょっと見てみましょう。何が出てきますか？見えます？え？見えます？あ、出てきました。はい、見てきました。このボール持ってるじゃないですか、今バシーさんが。全然わかんないですね。ボール持ってますね。何やったんですか？これね、ボールを使ってボール打ってるんですよ。はいはいはい。これ、なぜこういう練習してるかわかります？え？これなんでこんなことやらされてるかわかりました？いえ、そんな、なんか、今わからんかったらなんか、あれじゃないですか。覚えてないみたいになる。さらっと説明してくださいよ、もう。あ、じゃあ分からずにやってたってことでね。え、ね、違う、今覚えてないみたいになってるんじゃないですか、だから。要はやったのに。ボレーも結局はラケットのね、面の向きを自分が把握してるからなんですよ。だから手で道具を感じ取って、これをちゃんと正面で捉えてるかってことですか。そう、だからフォームは関係ないんですよ。いかに面を作るかなんで、ちょっと交代しますよね。ああ、そうですね。手で道具がどこ向いてるかっていうのを感じ取って、で合わせることが大事なんで、あまりこう体の向きとかは関係ないんですね。これ真正面向いてますよね、私。ちゃんと正面で返すように捉えるってことですか。ね、で、ボレーが正面向きっていう意味ではなくて、正面向きが一番この場合、ここの面の感覚がつかみやすいからこういう向きをしてるんです。ああ、なるほど、はい。だから状況に応じたらちょっと体を横向けた方がいい時もあるしね、本当にそれは状況によりけりなんですけど、基本面を保ちたかったら、まあ、ちょっと真正面の方がこの面の感覚はね、ぶれないんですよね。そうですね。あ、向井バッシーさんやるようなので。わあ、できてるよ。お、いいじゃないですか。ああ、いいね。ね、こうやって自分で面の感覚さえ分かったらいけるもんなんですよね。で、あとは、ラケットがこうね、こうグリップにしても一緒ですよね。
こうやってどこに向いてるかを感じ取って、でそれがこういう感じで最終的には打ったら、このバッシーさんのラケット位置わかります？この肘の位置、はい、が前になるんです。でラケットは体の前になって、今までと同じように道具を、ねが体の前にある状態なんですね。なるほど。でバッシーさん悪い時はこの肘が後ろに行って、ラケットもこの顔の横ぐらいまで来ちゃうんですよ。ああなるほど。そうですね、今の位置を覚えておいてもらって、こういざ始まったらわかります、この肘の位置がもう顔がすごいラケットの顔の位置、変なところで止めんのよすごい後ろになってるの、わかります。あだから、これが癖なんですね。今、良くなりましたよね。今、いい感じ。これは練習の成果が出てますよね。でも、面がね、結構上向くよね、僕いつも。それは引きすぎてるからなんですよ。やっぱり後ろで当たってるから？そうですね。あこの状態だと、今、非常にいい状態なんで、まあ、さっきの、 後ろから引いてるっていうのをなくしてもらうと、いい状態でいけますので、はい、なるほど、はい、こうやって見てもらうと分かりますよね、こうラケット位置がどうなるかっていうのがね、分かりやすいと思う。分かりやすいね、やっぱね、見るとね、うん、なんかこれ客観的に見ると分かりやすいですよね。そうですね。だから結局こう何ですかね、このラケットっていう道具がこんな形してるから引いちゃいやすいんです。なあ、でもさっきみたいなボールとかこんなんだったら引くと難しくなるって分かるじゃないですか。そうですね。もうこうやって前でやってる方がこう当てやすいですよね。あれ、だからラケット横来るじゃないですか。はい。持ったらね。はいはい。ボレーの時って。そうですね。だからどこ向いてか分かんないですよ。うん。でもさっきの感覚と一緒で、こう前に面を作る感じでこう打つと結構安定するんで、あとは、こう上から入ると速度が出るんですよね。こう。あその時はこのラケット立てずにちょっとずつ寝かしてあげて、下からこう持ち上げると速度も遅くなるから、ボレー対ボレーとかも続きやすいですし、ね、速いボールした方は立てる、遅くした方はちょっと寝かすっていう感じですね。なるほど。ただこのラケットのこの 腕の角度とラケットの角度はできるだけ90度に近い方がいいです。これが手首折れちゃったら、ここの角度が大きくなったらすごい動いてストロークみたいになってしまうので、ボレーは基本ここを90度に近づけてこの手首を固める、はい、これを前提として今のことをやってもらうと、あまりこうラケットのスイングが速くならないんでボレーは良くなるんで、まあ、ポイントはこの角度をキープして、さっきのボールやグリップで打つみたいにポーンとね合わせるっていうのができると良くなってくるんで、じゃあそれをね、バッシーさん覚えておいてください。はい、わかりました。そうですか、いけそうですか。あ、まあまあまあ、頑張ってみます。はい、バッシーさんあんまりね、自分の動画見ないって言ってますもんね、普段。そうです。見てくださいよ。え復習して。はい、恥ずかしいんですか。いやいやいや、やっぱね、客観的に見るとね、やっぱなかなか見れないところあるんでね、自分を見るのが。そうそうそう、うん、まあね、あのポンコツっぷりをね、うん、見たことないね。でもね、現実を見るのが一番ね、上達早いんで、自分で自分の動画撮ったりするのはいいですよね。ちょっとね、背けたくなっちゃうんでね。ね、だから、まあ、分かりますけど、ね、それをね。いや、まあ、見ることも大事なんで、はい。そう、だからね、はい、まあ、ボレーとかもし分からなかったら、今日言ったポイントが、ね、踏まえた上でできてるかをね、そうですね、もらうと良くなるんで。またね、治った姿をね、見せれるように頑張りたいと思うんで。ねね、だからこれからのバッシーさんの、ね、打ち方をじゃんじゃん取っていくんでね、やっていきましょう。はい。はい、では以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。